は名古屋中ハローワークの中にある愛知マザーズハローワークの取材にやってまいりました。一緒に取材をしていただく白石さんは、よろしくお願いします。今日はマザーズハローワークの取材ということで、はいはい、マザーズハローワークどんなとこかな、はい、そりゃそのマザーズハローワークを今日は取材に行きたいと思います。はい、行ってきます。中行ってきます。愛知マザーズハローワークは子育てをはじめおうちのことをしながら働きたい方のためのハローワークです。マザーズハローワークという名前ですが、子育て中の方でなくても子育てが一段落してセカンドキャリアを目指す方や介護との両立を目指す方でもご利用いただくことができます。担当者制の相談でポイントを絞って効率的な相談をすることもできます。毎月就職支援のためのセミナーを開催しています。自宅から受けることができるオンラインセミナーもスタートしています。ホームページもスマホで見やすくリニューアルしたので、ぜひ一度覗いてみてください。早速中に入ってきました。今日を、マザーズハローワークの紹介をしてくださる、担当の稲葉さんを紹介したいと思います。マザーズハローワークの、おすすめポイント、どういったところかっていうのをお伺いしたいんですけれども、はい、マザーズハローワークは子育て世代を中心にした仕事と家庭の両立を図る方たちのハローワークになります。利用するのはやっぱりマザーズの方になるってことですか？マザーズお母さんっていう意味には限らず、例えば介護と両立して仕事探しをしたいだとか、またそういったものは全然関係なく広い視点で利用していただきたいと思ってます。こちらも荷物を置いたりだったりとか、 お子様ベビーカゴの辺つけても大丈夫ですし、ちっちゃなお子様向けの、よくレストランにあるやつが椅子も用意させていただいてます。早速ちょっと目についたんですけど、あそこのパソコンセルフレッスンコーナー、見てみますか。はい、ぜひちょっと何それ。パソコン苦手な方でも、ここに入っているソフトを使ってなるべく早いタイピングができるような練習をすることができます。そうなんですね、はい、じゃあ事務職を狙ってる方とかも、狙ってる方とかも、狙い目ですね。そうですよね、練習できるってことですよね。ワードの使い方、エクセルの使い方のソフトも同じく入ってるので、基本的なものを作るとかっていうのもできますね、はい、白石さんやってみます、いいんですか？やってみます、どっちにします？この歌詞を入れるってこと？そうです。もっと練習してから来てちょうだい。どういうことですかこれ？ここはキッズコーナーですか？相談している方がお子様を連れて見えた時に、はい、お子様を保育士、資格を持った見守りスタッフに預けて、相談ができるっていうスペースになりますね。これ奥のスペースはどういうスペースです？ですね、カーテン引いて授乳したりすることができますね。あとはちっちゃいお子様が眠くなってしまった時にお預けした、スタッフが寝かせているベッドになりますね。もう一つ子供が行けるとこがあるんですけど、行ってみますか？ぜひ。お子様をセミナーをかけてる時に預かってもらうスペースがあります。キッズコーナーとは別にあるってことですね。キッズコーナーとは別にありますね。でこちらがセミナーして受けていただいてる時用のお子様を預かる施設になります。失礼します。広いですね、はい、広くて、あとまあちょっと今片付けちゃってるんですけど、おもちゃもあったり。じゃあ白石さんを置いてってみましょう。セミナー中のお子さんはあっちなんですけど、はい、セミナー中のお母さんはこっちで、ね、こちらでセミナーを受けていただきます。失礼します。あ、広いですよね。本当にセミナーを集中して聞くことができますね。
てのコーナーとしては応募書類作成のコーナーがありますので、ちょっとこっち回ってもらって、はい、パソコンとプリンターが用意してありますので、はい、ここで USB 持ってきてもらって、履歴書とか職務経歴書のなんか修正だったり、まあ、ゼロから作ってもらってもいいんですけど、ちょっとフォーマットだけはお持ちいただくっていう感じにはなってるんですが、最近こうプリンターとかもね、はい、お家にないみたいな人が多いので、結構プリンターはここで使っていただけるようになっています。ここあれですよね、あ、そうですね、小さなお子さんも、あのベビーカーとかでも入ってこれるぐらいのスペースがありますね。今ズームですね。今ズームにつないでいます。はい、はい、今からオンラインで職業相談を受けようとしています。お家から簡単にスマホで、はい、できます、はい、あ、今つながりました。こんにちは。こんにちは。実際にこんな感じでお仕事相談ってできるんですか？できますね。これを使って皆さん、あの就職支援ナビゲーターさんがお仕事相談をしてくださっています。なんかこんなお仕事がありますよ、そういった紹介もしていただいたり。そうですね、これ見せることもできるわけじゃないですか。こうこんなメモしかないけど、こういうのを見せたりとか、画面共有をすることもできるので、はい、でこういうの求人どうですかってお見せすることができるので、はい、お家の方でも確認していただいたりとか、そういったことが可能ですね。はい、あの顔が見えるとやっぱりあの安心して相談ができたりするので、小さいお子さんもいてこちらに来られない方とかにはいいかな。はい、どのように予約することができるんですか？お電話で予約することもできますし、あと今はあのホームページの方からオンラインでの予約も可能です。はい、お疲れ様でした。マザーズハローワークをこうじっくりあの取材させていただいたんですけれども、すごくなんか本当にいっぱいあのいいところがご紹介できたかなと思います。ありがとうございます。なんかあと最後にお伝えしたいこうアピールポイントとかってありますか？ぜひマザーズハローワークご利用いただきたいと思います。対面でもオンラインでもどちらでも構いませんので、ぜひぜひ遠くの方もお近くの方もご利用いただければと思います。です、たくさんの方に本当利用していただきたいですよね。そうですね、はい、そうですね、今日はどうもありがとうございました。またねー。